テレビアニメ RPG 不動産スペシャル動画企画、目指せあなたの街の頼れる RPG 不動産。皆さんこんにちは。テレビアニメ RPG 不動産風色琴音役の井上穂乃香です。皆さんこんにちは、翻訳の木野ひなです。皆さんこんにちは、ルフリア役の河井田夏実です。皆さんこんにちは、ラキラ役の岩見真中です。私たちが演じる琴音、ファー、ルフリア、ラキラは王国所属の RPG 不動産という不動産屋さんで働いています。ここには様々な事情を抱えたお客様がいらっしゃいます。彼女たちが一日も早く頼れる街の不動産屋さんになるべく、私たち4人も見習いとして立派な不動産屋さんスタッフになれるように、いろいろなことに挑戦していきたいと思います。はい、今回も私たちは不動産業界常識クイズに挑戦していきたいと思います。はい、2回目、そう2回目だけど、前回の問題難しかったね。難しかった。マナティがさ、正解したと思ったもん。本当にもうすごいじゃんみたいな空気だったのにそれだって言われたのに、ね、そうなんよ、中盤でもあ、おめでとうみたいなね正解おめでとうみたいな雰囲気あったけれども、そう難しかったね。はい、ということで今回も頑張っていきましょう。はい、早速問題を読みたいと思います。はい、お願いします。はい、問題こちらをご覧ください。こちらご覧ください。わー、部屋の間取りが出ましたね。ここに書かれている MB とは何の略でしょうか。どこにあるの。玄関の横、一番さ左側のところ。本当だ、一番上の左上。そうそうそう、みんな待って、みんな目悪い目を覚めちゃう。え、なんだろうあれ。目悪い人、目悪い人回します。目悪い人どうぞ。あ、SB があったわ、 MB の横に。 SB? 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 わ、ほんとだ。あー、シューズボックスだよね、 SB。 あ、そういうことで、ことは MB? え、ちょっと天才、それじゃない。なんかやばいね、それ SB だから、それじゃないじゃない。はい、じゃあスケッチブックに書いていきましょう。はい、なんだろう、なんだっけ。でもなんだっけ、シューズボックスって感じで頭文字を取るってことかな、ってことだよね。なんだ、あれなんて言えばいいんだろう、あれなんだろう、逆だから、そっか。ちょっと待って、すごい下手だった。わかんない。 B が…待って、もうみんな書けたの。書けたよ。え、ちょっと待って、書けたよ。 B? いや、難易度高いね。難易度高い、高すぎる。全然わかんない、気にしたことなかったよ。そうそう、気にしたことない。不動産行っても説明は受けない。どこかも、ね、じゃあほうちゃんさ、あのさ、CL は何。あ、ほんとだ、そうなの。そりゃクローゼット。あー、すごい甘やかしてる。はい、じゃあ書けたということで、はい、正解を見ていきましょう。はい、あ、正解じゃない、回答をね、見ていきたいと思います。まずはほうちゃん、はい、お願いします。じゃん、マックスボックス。マックスボックス。マックスボックス。何が入ってるの。え、なんか満パンに入れられるの。何よ。どういうことになってるの。何よ、満パンに入れられるとこ。マックスまで入れられるんだよ。マックスまでね。もう開けたらパンパンまで。そう、入れられるの。何でも入れられる。そう、何でも。もうギュウギュウにマックスに入れられる。クローゼットでも満パンに入る。違う違う、クローゼットはほらかけたりできるじゃん。そうじゃなくて、もう満パンに入れられるの。違うね。もうこの一畳ぐらい全部満パンに何度も入れられる。すごい部屋だ。そう、マックスボックスでした。便利だね。はい、ということで次、かわちゃんお願いします。かわいだわってペッペン。メーターボックス。何それ。え、でもメーターって聞くの。メーター、そう。え？金庫どこに住んでるの。メーターなんて聞く。メーターが回ってると人が住んでるっていうのが分かるんです。あ、そうなんだ。それで分かるんだ。そうそう、回ってるか。いや、それかも。回ってる、なんかあれ、メーター以外に表現ができない。メーター以外で表現ができない。換気扇が回ってるみたいな。換気扇回ってる。あ、それともブブ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 って。あ、メーターボックスと換気扇の間ぐらい。難しい。調べてください。はい、はい、なんかぽいね、すごいぽいね、ぽいね、うん。はい、では次、うん、ママティお願いします、はい。ちょっとね、かわちゃんと一緒かな。お、ガスだか電気だかのメーターのこと。そう、これが言いたかった。ちょっとプレゼント。
の時代置き配頼むじゃないですか、それをそのメーターの中にメーターの開けるとこがあるんだけど、そこにね入れといてくれるパターンもある。そうなの。そう、あるよ。正解だよ ね。でもね、一緒だから、ちょっと今回は、今回ばかりはね、すごい、2人とも一緒の答えが出てますね。2人ともね、ちょっとねファンタジーな正解が、ね、回答が出てきちゃってるから、ね、そんなことないから。じゃあ私が次こそいきます。じゃあ最後いきます。ものすごくビニール袋。どういうこと。ビニール袋ってさ、すごい溜まっちゃったりするじゃん。やっぱりそれをこう丸めて置いとく場所が、まあ、マックスボックスと似てるよね。似てるよね。すごい、ものすごくとマックスってすごい似てない。やっぱね、同じだね。日本語版か英語版か。 M と B を探したからこんなことになって。でも今度はボックスだから。そうだよ、ボックス合ってるかも。はい、ということで、はい、正解を見ていきたいと思います。はい、正解は、メーターボックス。すごい、かわちゃん、すごい。メーターボックスとは、電気、ガス、水道などのメーターを一つのボックスに集めたもの。検針しやすいように、玄関脇などに設置されております。ちなみに、メーターボックスと同じ場所に配管スペースがあることも多いため、PS、パイプスペースと表記される場合もあるそうです。すごいね。正解だね。正解。正解。おめでとう。おめでとう。しかもまなかちゃんの、ね、なんか電気ガスみたいなね。水道だけちょっとなかったけど、ね。なかったけど。やっぱりすごいや。経験者ね。やっぱ違うね。見たことなかったから。気にしたことない。あ、そうだよ。そう、物件を探すときにメーターボックスがこの位置にあってとか全然気にしない。あ、ここの位置だけがいいみたいなことでもないの。ない。そう、部屋の中にはないしね。あ、そうなんだ。外にあるのか。それは気になって。いちいちね、おじさんが入ってきてこう調べなきゃいけなくなっちゃうから。ここかな。家の中かなってなっちゃうから。そういうことか。はい、ということで、不動産業界常識クイズに挑戦いたしました。また見てください。バイバーイ。